はい、アクロス福岡のホール舞台袖に来ています。これから舞台の本番を迎えるのがこちら、リンデンホールスクールの中学3年生、劉翔之介さんです。では劉さんをお呼びしますね。劉さん、どうぞお願いします。じゃーん、こんにちは。もう全然お化粧したら違いますね。なぜこのいでたちなんでしょうか。今回英語歌舞伎をやるにあたって、今顔に化粧と衣装を着てます。はい、今から英語で歌舞伎を披露するということなんですね。ちょっと今あのホールの中央に移動してみましょうか。ちょっと失礼します。おお、すごく大きな舞台ですね。多そうですね。観客の皆さんの前で演じる、どんなお気持ちですか。もうすんごく緊張してます。緊張しますよね、はい、さあ、この英語歌舞伎の取り組みを取材しています。ご覧ください。劉さんが通っている筑紫野市のリンデンホールスクールを訪ねると、何やら英語が聞こえてきます。実はこの授業、英語で数学を行っているんです。ここは国語以外のすべての授業を英語で実践する、福岡で唯一の小中高一貫校です。グローバルに活躍するとなるとですね、もっと大切になってくるのは、英語はあくまでツールであって、やはり日本の伝統や文化、そして教養というのをしっかり身につけた人をになることが大切。開校20年を記念して英語歌舞伎に初挑戦します。 取材したこの日は本番2週間前。歌舞伎俳優の中村壱太郎さんが指導に訪れ、最終調整に入っていました。披露する演目は菅原伝授手習い鏡、車引き、太宰府にゆかりのある菅原道真の左遷をめぐる物語です。中学3年生の劉さんが演じるのは松王丸。菅原道真に受けた恩をいつか返したいと思っている松王丸ですが、道真と敵対する藤原の紙幣に仕えるという運命に翻弄される人物です。それね、最後のセリフだから、Yes, sir! 下がっちゃうんで、落ち着くんだけど、Yes, sir! って言ってくれる。分かりました。紙幣に車をすぐに動かせと指示を受け、松王丸がかしこまりましたと仕えるシーン。主人である紙幣と恩を受けた菅原道真に対する思いの板挟みに苦しむ松王丸。そのセリフ一つ一つに悲壮感を漂わせる必要があります。稽古の後も中村さんに演技の確認をします。もともとが日本語で3ヶ月間ぐらい練習してて、その練習期間の間に壱太郎さん以外にも他のもう多くの方の歌舞伎役者の方にこうご指導いただいて、セリフに含まれてる、なんかこのセリフはちょっとこう妬んでる気持ちが入ったりとか、ちょっとこう威張るような気持ちがあるんだよっていうのを教えてもらってたので、その最初の3ヶ月間でこういろいろ学びましたね。7月の夏合宿から英語での稽古を積み重ねました。英語の方が日本語よりも早く、また語順ももちろん違いますからっていう、ね、歌舞伎の音楽と合わせるところが一番非常に難しくて、これは我々の感覚もそうですけど、やっぱり生徒たちが感覚で掴んでもらわなきゃいけないところなので、すごくそういうところの難しさは感じていますね。日本語での理解も簡単ではない歌舞伎を英語で演じるこの試み、そこにはこんな狙いがあるといいます。今回の英語歌舞伎を経てですね、自分の言葉、自分の表現として伝統文化を理解して、海外に行った時に表現できる、もしくはそれを文化を、日本の文化を自分の言葉として伝えられる人材になってほしいというふうに思っています。
リンデンホールスクールの中学生高校生72人で作り上げる英語歌舞伎はアクロス福岡でこの後6時半から上演です。再びアクロス福岡からリュウさんにお話を聞きます。リュウさん、英語歌舞伎難しそうですけど、何が一番難しかったですか？特に難しいところは、やっぱりこの日本語の文を英語に変えるところがすごく難しかったです。例えばどういうセリフですか？日本語で待てっていうセリフがあるんですけど、それをこう直訳したらウェイトとかになるけど、それだと短すぎるんで、それを英語で What's your game とかにして、こう長めにして尺をちょっと長くするというような工夫をしたりしました。セリフも考えて作り上げてるっていう、はい、そうですね、ことなんですね、はい、そうか。ぜひせっかくこのいでたちなので、はい、何かこう振りを見せてもらってもいいですか？はい、見えをやりたいと思います。見え、はい、お願いします。見えを切ったってことでいいのかな？はい、そうですね。すごい迫力があって、でしかもこのお洋服、実はね、もっとリュウさんほっそりさん言ってたけど大きくなりました。どれぐらい着てるんですか、これ？8着以上着てると思います。8着着たら暑いでしょう。すごく暑いです、はい、だから手も大きい。これから2時間後に上演ですね、うん、はい、意気込みを聞かせてください。はい、多くの方が関わってくれて、協力してくださって成り立ってるので、はい、失敗せずに精一杯頑張りたいと思います。はい、はい、なんかこう締め付けが結構きついんでしょ、はい、大丈夫ですか？ちょっと痛いです。ちょっと痛い。我慢します。はい、頑張ってください。この英語歌舞伎本番の様子は明日のこの時間にお伝えします。頑張ってください。ありがとうございます。以上、中継でお伝えしました。